すごいな、いかつ、かっこいいな、違うな、4トンと全然。あ、どうも、こんにちは。こんにちは。待ち合わせ時間に遅刻してしまい申し訳ございませんでした。すいませんでした。すぐ謝る。申し訳ない。川北さんを一番親父って呼びたい人が勝ち。今日あと見た目正直いかついよね。いかつい、運送業界のいかついイメージの底上げしとるよね、あの人は。あのマスクしてる人見たことないですからね。なんか金のさ、そうおしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれだよな。っていう、っていう。はい。川北さんとこ可愛いジムニさんがいるの。いるよ、川北ちゃんっていう。川北ちゃん。川北ちゃんっていう、ね、娘。娘って思うでしょ。手出しにくい。手出しにくい。全然ね、あの肉親じゃなかった。あ、肉親じゃない。肉親じゃなかった。朗報です。手が出せます。出してもいいんですよ。肉親でも。ダメでしょ。逆に言ってほしい。ちょっと。そう。だってさ、お父さんったらさ、その子のさ、半分があの川北社長ってことで、冷静になった時ちょっとあれ。そういうふうに見ます？材料半分川北さんでやってる。すごい。赤。赤いっすね。赤。すごいな。あ、なんか おるぞ。あそこに。おるぞ。柄悪いやつがおるぞ。すごい。異様立ちや。怖いな。運送業界の柄の悪さの底上げしとる。こんにちは。お世話になります。どうも。お願いします。こんにちは。人はすごくいいんだよ。そうですね。ビジュアルに何か。なんか今日意外とファッションあれですね。真面目ですね。そういえば。そう、うん、これは黄金のあれやろ。あ、ほんとだ。リクエストがいいですね。私があんまり会ったことない。そう、川北さん、僕ちゃんと挨拶したことなんで。あ、なるほど。はい。あ、あの、交換したことない。そうなんですよ。なんで、あの、僕のところにマンスリー川北が来るんですよ。マンスリー川北って感じですね。月1回、飯交換した日に、はい、メール、メルマガを。メルマガ、スパム。スパム。いや、スパムに入っとんだよ。すいません、すいません。今日、事務員さんいないんですか？いや、おるんやけど。やった。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。あ、立ち上がっていただいて。ありがとうございます。すいません。若いですね、ずいぶん。この辺住んでるんですか？はい。1個目の質問が違うから。今日も仕事？土曜日なのに。あ、はい。お名前なんていうんですか。あれ、あ、川北ちゃん、肉親じゃないよね。あ、一人で寂しいでしょ。あ、そうですね。俺隣に行こうか。ぶっ殺される。いや、大丈夫。おはようございます。ありがとうございます。川北ちゃんあれだね、大人になったね。本当に分からなかった。初めておった時と。あ、行っちゃうの。あ、ちょっとチェンジです。なんか川北さん、うん、どこ TikTok やってるらしくて、あ、そうなんですか。チラッと見たんですけど、うん、はい、やばいですよ。こんな感じで再生数もすごい。これ27万回ってこと。これすごいですね。これちょっと見てみましょう。お、かっこいい。このトラックなんか出てきましたよ、なんか。こんなキャラでしたっけ。このダンス。で、TikTok はそういうのがあるよ。その最近流行っとるのを真似したらいいんだけど。話入ってこない。あ、川北さん、はい、あのお願いがあるんですけど、はい、うち大型トラックがないんですよ。うんうん、ここあるじゃないですか、かっこいいのが、はい、ちょっと4トンと大型トラックを比べてみたいんですよ、どのぐらい違うかっていうのは。すごいな、すっごいな、これ。いやー、すごっ。真っ赤。すごいっす。いかつ。かっこいいな。違うな、4トンと全然。4トンでさ、このタイヤがさ、内側にちょっと入ってる。これ、あの同じ車幅と。コメントにあったけどさ、あの4トンあそこあるやん、ちょっと内側入ってる。これはさ、もう車幅と同じとこにあるギリギリまで。そう、だからなんか安定するんだって、こっちの方が。へー。コメント欄に書いてあった。あ、そうなの。優しい大型ドライバーさんが教えてくれた。マジ。うん、いろいろ教えてもらわないと。ありがとうございます、教えていただいて。動かせっつって。
いいね、赤って。赤いっすね。うわ、これ取っ手がいいね。お邪魔します、お邪魔します。見てください、ヘルメットすごいな。すごいかっこいいっすよ。ケンタロウさん仕事そうで、ちゃんと。本当ですね、ちゃんと仕事してます。真っ赤っか、すごいな、高さがある。よいしょ、高いよ、高い。じゃあ、あの横に比べると全然違うですね。全然の高さも違うし、そうです、ね、乗り心地からも違う、走り心地も。いや違うな。なんかさ、4トンってでかいなって思ってたけどさ、こう見るとやっぱ全然違う、ね、全然違いますね。めちゃくちゃでかいな、大型。4トントラックの目線がこんな感じ。なんて手振ってんやろ。全然4トンでもやっぱり大きいなと思うけど、大型だともっと違う。まずここ登る時が高いもん。高い。なんで手を振るんやろうな。なんかコックピット感があるな。大型乗ってるとやっぱ4トンがちっちゃく見えるもん。ちっぽけに見える。小さな人間どもめ。ここがまず違うよね。タイヤがさ、この内側に入ってる。こういう風にボディより。でも大型は一緒だもん。なんか全然違うよね。うん、カメラに収まりきらん。あ、これだけ違う。長さが2メートルぐらい違うかな。じゃあやっぱ曲がるとき怖いですね。そうだけど、そんなにでも4トンの運転しても内輪差気にするよ、はい、それと一緒。あ、本当ですか。いかついですね、文字とかこの感じも。なんかこのトラックってこういうあの世界観じゃないですか。こういう世界観。なんかあのフロントのところにモコモコのなんか昔の電話カバーみたいなのつけたりとか、 あの世界観っていうのはあのトラック野郎から来てるんですかね。いや、そこあるぶったの。けどやっぱりな、ケンタロウくんから見るとこれは同じ世界観。これも同じ世界観なんや。それ違う違う。あ、全然違う。わースタイリッシュ。わー、おしゃれ。わー、新感覚や。普通の一般的な人から見るとそういうことだよな。おしゃれ系で言っとんのやけどな。あ、おしゃれですね。おしゃれですね。そう言われてみると、あ、おしゃれだな、これ。アップル製品みたいに見えてきた。柄悪い系やね。運送業界の柄の悪さの底上げをありがとうございます。舐められないんで、運送業界。ありがとうございます。ありがとうございました。あの、じゃあ4トンだけの会社と大型だけの会社ならどっちありますか。大型だ、ね、大型。それなんでですか。まず、はい、そのドライバーで乗りたいっていうのを大型に最終的に乗りたいっていうのね、はい、でやっぱり大型の方が儲かるよね。おお、あ、そうなんだ。儲かるんだやっぱり。4トン大型欲しい。4
大型欲しいですね。今の話聞くとめちゃくちゃ欲しいですね。欲しいよね、はい、維持費がエグそうっていうイメージが。ああ、それはあります。でもさ、例えば4トンは人件費が一番高いな、うん、4トン2台やったら2人いるわけです、はいはい、4トン2台分の荷物を本物ですやん、1人やるんやで、そういう考え方。なるほど、さすが親父ですね。男と喋っててもつまんないんで。なんでここで働こうと思ったんですか。高校の生の時に求人で会ったので、うんうん、あの名字が一緒だったので。あ、なるほどね。名字が一緒だったから。今何年ですか、働いて。6年目、はい、いい会社ですか。そうですね、楽しく。なるほど、彼氏いるんですよね。彼氏います。彼氏は何の仕事してますか。あの、うん、普通にサラリーマン。まあ、サラリーマン。普通に、いや、まあ、運送会社。あ、本当？運送会社。ドライバーさんってさ、あ、そうです。あ、ドライバーさん全然恋愛対象？あ、全然。あ、いいですね。それが聞きたかったんです今、うん、運送業って、うん、女の子から見てどういうイメージかなと思って。褒めてほしい。俺はやりがい感じたいから。かっこいいとかさ。あ、かっこいいです。大きいトラックを運転してかっこいいと思う。かっこいい。はい、水がないと回らないので。あ、そんなこと思って恋愛してくれてるんですか。この人たちが物流を回してくれてると思って。じゃあこれから運送業をやろうと思ってる男子が多分いっぱい見てるんで、はい、勇気を、背中を押してもらえるようなの欲しいです。全然思いつか。運送業やってる男の人って言って。あ、運送業やってる男の人。とってもかっこいいと思います。とてもかっこいいと思います。今彼氏いなかったら付き合いたいですって。はい、付き合いたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。かっこいいこれ。ありがとうございました。また会いましょう。はい、また。あ、洗車しとる。あ、いいな。なんかやっぱでかいとかっこいいな。洗いがいがあるな。ということで本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来ますんで。お願いします。